はい、皆さんこんにちは。東京美容医科の浅尾徹です。金山院長の藤林です。前回 NMN の話をね、していただいたんですけど、もう一個なんかおすすめがあると聞いたんですけど、ね、はい、セラクチンっていう名称なんですけれど、GHRP2 って言って、成長ホルモンの分泌を促進する、若返りそうやね。若返り、成長ホルモンが最大限出るので若返りますね。筋肉もつきそうやね、成長ホルモン。筋肉ついて脂肪が減るっていうのが成長ホルモンのメインの作用なので、トレーニングとかしてる方はすごい、つきやすくなります。なんか成長ホルモン飲んだらいいって聞くけど、はい、でも実際どうやったら飲めるのって話もね。成長ホルモンって内服だとなかなか摂取できる製剤ないので、皆さん注射とかされてるんですけど、ステロイドっぽいもんね。そうですね、でもちょっと注射だとダイレクトに成長ホルモンが入ってしまうことで血中濃度が上がりすぎちゃって、自分の成長ホルモン値を下げちゃって、医学的にはネガティブフィードバックって言うんですけど、こう自分が出す成長ホルモン値がすごく下がってしまうことでの、トラブルっていうのが出てきてしまうんですよね。ただセラクチンに関しては成長ホルモンそのものではなくて、分泌を出すのを刺激するだけなので、自分で出してるホルモンが最大限出るだけなので、それ以上には出ないんです、ね、なるほど。その分副作用もほとんどないです、ね、いろいろありますね。全身の細胞が若返るって、10代20代の頃の、あの感じが蘇るとしたらすごくないですか。すごいですね。いろんなこと、副次的なことに聞きそうですね。男性機能にもいいということですよね。実際そういうことが多いですね。多い、それはメンズクリニックで採用したらいいですか。そうですね、あと AGA にもいいと思います。AGA でも、男性ホルモン値が高い人とか、あとはマヤグラとかと一緒にとか、出せばいいよね。高いんです、それも。お値段はどれぐらいですか。1ヶ月3万円です。3万、1回飲んでみようかな。でもどれぐらい飲めば効果実感できるんですか。1ヶ月、2ヶ月、3ヶ月。効果の内容にもよるんですけれど、睡眠の質とかに関しては、私は結構もう1回飲んだだけですごく違うというのが分かりますね。はい、このチャンネルがいいねと思ったら、いいねとチャンネル登録の方もお願いします。